水本号鹿児島中央行きです。途中の停車駅は新神戸、姫路、岡山、広島、小倉、博多、熊本です。続いて車内のご案内をいたします。この電車は8両編成です。自由席は1号車、2号車、3号車です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。今日も山陽新幹線ご利用くださいましてありがとうございました。広島を出ますと次は小倉に停まります。お出口は左側12番乗り場到着いたします。
どっちもあったの？縁の部分を。それでは次の名所へ進みます。
靴を真上の数本の鍾乳石をご覧ください。あの先端から一滴一滴落ちる地下水に含まれる石灰分が真下にありました岩の上で少しずつ固まり、下からだんだんと盛り上がるようにしてできました。高さ8メートル、直径3メートルの巨大な石筍でございます。この秋吉堂では石筍がわずか2センチ伸びるのに500年かかると言われていますので、この岩窟王は10万年以上の歳月を経て成長したとされております。またこの辺りの石灰岩には割れ目があちらこちらに存在し、岩の隙間や洞窟が入り組んで発達しております。このように上からつららのように下がっているものを鍾乳石、またの名をつらら石、下から盛り上がるようにできたものを石筍と呼んでいます。この鍾乳石と石筍は上下相応じるように伸びてまいりますので、あとわずかでくっつきそうなのがお分かりいただけるでしょうか。実のところ一時は一本の石柱になっていたものですが、大昔下の岩が下がりまして、あのように離れたものでございます。それでは下りコースのお客様、これより1キロの洞窟をどうぞごゆっくりご覧ください。また上りコースのお客様、長い洞窟の旅大変お疲れ様でした。これより先は3億年のタイムトンネル、そして出口へと続いてまいります。本日はありがとうございました。
そこでも跳ねるってのはいかがでしょうか。